スリするわ。ちょっと姫子、そんなにスピード出さないでよ。かもしれないけど、ペーパーな私にはドキドキもんなのよ、その運転は。あー、ロードスター最高で、聞きなさいよ、人の話を。それとさ、何よこの車。屋根がないのよ。いや、だってそういうもんなんだもん。うん、じゃないわよ。風で髪がくしゃくしゃになっちゃったでしょ。ふっ、おバカさんね。オープンの醍醐味がわからないなんて。そんな醍醐味、年頃の女の子に不要よ。うん、せっかく1時間もかけておしゃれにセットしたのに。ちょっと休憩しようか。うん、はい、缶コーヒーありがとう。ところだね。うん、潮風も気持ちいいし、人もいないし。姫子、よく知ってたわね、こんな場所。なさい。どうして運転してたあなたが知らないのよ。あ、実はその適当に走ってたら偶然たどり着いただけだったりして。それってもしかしてさ、今まで気の向くままに走ってただけってこと？うん、そんな感じかな。信じらんない。つか、ちゃんと家まで帰れるかも心配だけど、こんなドライブに一日付き合わされた私も信じらんない。まあまあ、なんとかなるから、多分。
でもさ、姫子。何？ナビがないなら、せめて地図くらい持ちなさいよね。でもな、この気ままな感じも好きなのよね。じゃあ、せめてその格好はやめなさいよ。なんでよ。私作業服好きなのに。ダメ。隣の私もなんか恥ずかしいから。ちっ、機能的なのにな。機能よりも美しさを優先してよ。即答された。だってさ、何が悲しくて毎週毎週女二人でドライブばっかなのよ。だってこれ二人乗りなんだもん。そういう問題じゃないでしょ。まあまあ、寂しいもん同士ってことで。悔しいけど反論できないわ。でもさ、最近あなたって全然行ってないでしょ、教会。千尋ちゃんもぼやいてたわよ。最近お姉ちゃんは全然来てくれないって。顔出したら？大丈夫よ。それに以前も言ったでしょ？所詮私はエセカトリックだって。だから大丈夫なの。姫子？さて、そんなわけで来週もドライブ決定ね。ああ、今度はお弁当も持ってこようか。そんで今日よりも遠くを目指してみましょうよ。分かったわよ。しょうがないから付き合ってあげる。ありがとう。さすが親友ね。それから一週間後。教会には
日曜学校へと向かう人があふれ、先週の予定ではロードスターで海へと向かっているはずだった頃、私の姿は病院のベッドの上にあった。はい、お姉ちゃん、リンゴ剥いたよ。ありがとう。あんたも食べなさいよ。好きでしょ？うん。重かった。姫子、ほら、買ってきてあげたわよ。悪かったわね。下の売店じゃ売ってなかったのよ、その本。別に構わないけどさ、次からはもうちょっと薄い本にしてくれる？それと、あんまりマニアックな本はやめてよね。レジ持っていくのはずいから。モーターサイクリストやアメ車マガジンは普通の本だと思うけど。私にとっては違うの。まあ二人とも。ここは相部屋だからあんまり騒いじゃダメだって。そうだったわね。ごめん。このメロン。ちょっと、あんた見舞いなんだからそんなガツガツ食べないでよ。別にいいじゃない、いっぱいあるんだし。でもさ、いきなり入院って聞いた時は驚いたわよ。私もびっくりした。なのに急いで駆けつけてみたら、ピンピンしてて拍子抜けよね。こら、あんたが言わないでよ。だってみんなそんな顔してるんだもん。そういえば、千尋ちゃん、他の人は？うん、会社の人とかたくさん来てたんだけど、さっき帰っちゃった。ちなみに、手ぶらで見舞いに来たのはあなただけよ。うるさいわね。変な本買ってきてあげたでしょうが。あれは、ちゃんと代金渡したからお使いであって、お見舞いの差し入れとは言えないわね。
相変わらずへりくつを。でもね、やっぱ嬉しいもんよ。毎日会っているような相手でもこうやってお見舞いに来てくれるとさ。メロンも持ってきてもらえるしね。たまには病気も悪くないかな。それから数ヶ月、気の早いセミが鳴く頃、春には毎日のように来ていたお見舞いの人がほとんど姿を見せなくなった頃、相変わらず私は病院のベッドの上にいた。今日も暑いな。お姉ちゃん、もう食べ終わった？そろそろトレイを返す時間なんだけど。私こういうの苦手なのよね。あ、またブロッコリー残してるし。ジロ、それより売店でアイス買ってきてよ。ダメだよ。決められたもの以外は控えなさいって言われてるんだから。まあまあ、硬いこと言わないでよ。ダメ。それでなくても、この前先生に注意されたところなのに。はーい、わかりました。返事だけはいいんだから。いいこと。お姉ちゃん、また勝手に売店で買ってきちゃダメだからね。わかってるって。それじゃあ私そろそろ行くね。あ、もしかしてしないようにね。お姉ちゃんもね。あんなに長かった夏が終わりを告げ、夕空に日暮らしの声が響く頃、今も私はここにいた。今日も彼女はこの場所に来ていた。入るわよ。よっ、元気そうね。おかげさまでね。よいしょっと。あら、お見舞いの品は？はあ？相変わらず手ぶらのようだけど。なーに言ってるの、当然じゃない。むしろ毎日来てる私を褒めてほしいわ。えらいえらい、なーでなーで。あ、もうやめなさい。じゃあね、メロン持ってきてくれたら解禁賞あげるわ。いらないわよ、そんなの。
っかくの日曜なのにな。もともと予定があったわけでもないし、いつもついでできてるだけなんだし。もうさっさと元気になりなさいよ。またドライブでも何でも付き合ってあげるから。だからそれ以上彼女の声は私の耳に届かなかった。暮れる空に響く日暮らしに消されて聞こえなかった。ここに来て、はや、三ヶ月。突然のことに、自分自身、まだ現実ってのが実感できなかった。